午前10時ごろの JR 熊本駅、ホームにはたくさんの人が。出発まであと6分ほどなんですが、あちらにはもう皆さんカメラを構えて待っていらっしゃいます。老朽化などで来年3月で運行を終える SL 人吉、今日1日限定で SL 遊ぼういとして復活し、18年ぶりに放飛線を走りました。いや、もう楽しみすぎてもう夜眠れませんでした。乗りたい乗りたいと思って一度も乗れなかった列車なんで、もう20年ぶりに夢が叶うのですごくもう嬉しいです。18年ぶりの放飛線へ出発の時刻。1922年に作られ、現在日本で運行する SL の中で最も古い車体といわれる SL586-54 号機。1988年から2005年まで SL 遊ぼういとして放飛線の熊本宮地間を運行。2009年からは SL 人吉として熊本と人吉を結び、熊本豪雨で視察船が被災してからは熊本と鳥栖の間を走っています。久しぶりに熊本駅から東へ向かう SL。 黒光りする車両が住宅街を駆け抜けます。来ました、来ました。熊本市内の住宅街にも SL 遊ぼういが姿を現しました。煙をもくもくと上げながら勇壮な姿で走り抜けていきます。一回乗ったことがあるんですけど、懐かしいのと、あとやっぱ寂しいのとですね。いや、もう楽しんでました。もう笑顔で手振って、はい、喜んでました。学校の隣を線路が通る大津町の小学校では、およそ250人の児童が線路沿いへ。感謝のメッセージを書いた旗を振りながら通過を見守ります。初めて見て嬉しかったです。本当にかっこいいし、これで最後なのが悲しいです。すごい迫力があって良かったです。列車が山を登るために一度バックして助走をつけるスイッチバックが有名な立野駅周辺では、沿線にカメラを構えた鉄道ファンがずらり。18年ぶりのスイッチバックの瞬間を狙っていました。たくさんの人に迎えられながら、昼過ぎに終点宮地駅へ到着。感無量ですよね、本当にもう。久々に阿蘇に帰ってきたかという気持ちですね。力強く登ってて、阿蘇の緑にですね、溶け込む姿で走ってくれてたのが、かっこよかったかなと思います。18年ぶりということで、やっぱ沿線の方々が手を振ってくださったのがすごい印象深く残っておりますので、すごい寂しいですけど、でも、100歳ということで、お疲れ様でしたという気持ちでございます。午後2時半ごろ、熊本へ向けて折り返し出発した SL 阿蘇ボーイ。満員の乗客を乗せ阿蘇路を駆け抜けました。来年の3月の引退まであと半年余りとなった SL586-54 号機、100年分の歴史を乗せてラストランまで走り続けます。